推しの子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。有馬かな役のおはんめぐみです。私でいいのかと思いました。もちろんこの作品オーディションで選んでいただいたんですけども、お芝居はその時の 120% を出させていただいたのですが、歌の審査もありまして、あ、お芝居はできたと思ったけど歌はこりゃと思ったので、帰りにマネージャーさんに、ごめん私今回ダメかもしれないと言いながら帰ったのを覚えているので、まさか受かると思ってなかったので、あ、本当にありがたいなという気持ちでいっぱいですし、有馬かなって多分とても人気なキャラクターだと伺ってますし、実感してもいますし、きっとそれぞれお客さんのそれぞれ、読者の皆さんそれぞれ、視聴者の皆さんそれぞれにイメージがすごくあったと思うので、本当に決まった時逆に緊張しましたね。ここからどう作っていこうかなっていうのをすごく緊張したのを覚えています。はい、元天才子役のこの元があるっていうのがすごい大きなことだなっていうふうに私自身捉えていて、やっぱり子役時代にこう名を馳せていたけれども、一度かなってやっぱりぶつかってるんですよね、壁に。それはもう自分で気づいていて、何がダメだったのか何がいけなかったのかっていうのをちゃんと自分で分かった上で、そこを経て、まあ新生有馬かながあるっていうところが、まあ、本人の努力の賜物だなって思うんで、やっぱりかなって自分自身のために頑張るっていうよりも誰かのために頑張る子だと思うんですよ。だから求められたらその期待に 120% で応えていく、そこがすごく彼女の魅力だと思います。そのためになら何でもできるっていうのが彼女の魅力かなと思います。そうですね、私自身が自分に自信がないタイプなんで、例えば今回の推しの子でも選んでくださった方のために頑張ろうとか、喜んでくれたスタッフさんのために頑張ろうっていう、その方がなんか頑張れる力になるっていうか、そのために自分を信じれるっていうところがあるんで、やっぱりそこですかね、似た部分は。なんであと可愛らしいところとかはちょっと自分とはかけ離れてると思います。あんなにこう可愛く振る舞えないですね。なんで、ある種尊敬してます。だから、うん、体操ピエヨンのですか。子供らしくはっちゃけるところはこうわーってできるんですけど、例えばこうアイドルらしい振る舞いとかキャッとかっていうのがってなりますね。ちょっと、あ、自分にはできないなっていうのがあるので、そういったところは私とはギャップがあるかもしれないです。そうですね、10秒で泣けるかって言われるとプレッシャーなんですけど、アフレコのマイク前でとかは本当に泣きすぎてしまうことも多々あるので、多分役に入るとグンってなってしまうタイプなんで、その時の感情とか表情になってるタイプだと思います。はい、作品の中で作中の役を演じるっていう機会は今までに多分なかったとは思うんですけど、ある意味有馬かなの状態で別人になれると思えれば、この声帯さえ間違いなければどんな役にでもなれるっていう意味で、すごく楽しんで演じさせていただいております。はい、そうですね、多分子役時代からその再会のシーンのところでは、多分共にあの頃を生き抜いてきたというか、共に歩んできた年も近い同志というか、ライバルというか戦友だと思ってたと思うんですけど、やっぱりそのドラマの撮影を経ては、やっぱりちょっと気になる子なのかな、異性的に気になるんじゃないかなっていうのは思います。強みか、あ、でも強みも彼女の根本から変わらず、この人のために私何でもできるっていう、そのやっぱりそれがまあ一人のお客さんでも大勢のお客さんでもいいんですけど、
見てくれる人のために私頑張れますよっていうのが強みかな。求めてくれる人のために頑張れるっていうのが。出てきてくれた。よいしょ、こちらになります。ルビーに重曹をなめる天才子役と言われていましたが、10秒で泣けるをもじってご自身のキャッチコピーを考えてください。求められたら 120% でお返しします。半恵組です、半恵組です、半恵組です。自分のために頑張るってちょっとよくわからないので、やっぱり人のためにの方が目的がはっきりしてて頑張れます。これでいいのかな。ファーストステージ編ではもうちょっと今私は原作をもう最新まで読んでいるので結構ハラハラはしてるんですけど、ファーストステージ編での有馬かなの活躍にご期待ください。これに尽きる。推しの子チャンネル。